チョリースキュラーです。今回はスプラトゥーン3に追加してほしい武器についてツイッターで募集してみました。いやースプラトゥーン3ではどんな武器が登場するのかワクワクするよね。ちなみにスプラトゥーンに登場する全ての武器を合わせると143種類、さらにスプラ1の未実装武器を合わせると152種類ってめちゃめちゃ多いよね。だがしかし我々にはそれじゃ足りないということで、みんなのコメント見ていきましょう。まず最初、ジョーロか。いやジョーロはコンセプト的に3に出てもおかしくなさそうな武器よね。でもこれじゃちょっと弱そうだから、武器値が改良してもっとかっこいい武器になってそう。掃除機、これね僕も想像して過去にコラ画像を作ったことがあるよね。シャープの掃除機とかマジで武器っぽいデザインしてるんよ。すごいチャージャーみたい。スプラ知らない人にこれ次の新武器らしいよって言っても、めっちゃ強そうって信じてくれそう。高圧洗浄機、残念。高圧洗浄機はモチーフになった武器がすでにあります。それがジェットスイーパーなんですね。だけどジェスイの派生みたいな新武器が出るかもしれんわ。お、これ床を洗浄するための洗浄機をね、ここのブラシが高速で回転するんだけど、これ武器にしたらめっちゃ強そうじゃない？回転系の武器ってなんかかっこよくない？回転したモップで振ったら全体にインクを飛ばせる新型ローラー、いいね。霧吹き、ミスト攻撃か、新しいね。めちゃめちゃ強そう。何気に霧吹きがモチーフになった武器とかサブってないよね。若干プロモデラーがちょっとそれっぽいけど、用途が違うからあるよね。次、バブルマシーン。これ初めて見たんだけどさ、めちゃめちゃ害悪そうな武器になりそう。オバフロのシューター版みたいな感じで、機動力高いのに害悪みたいな。いや、強い。絶対うぜえわ。インクセイバー。これ多かった、このコメント。インクの剣やね。もうインクで相手を惨殺しに行くっていう。一角パブロやん。その派生で二刀流インクソードとか出そう。壁を登れるマニューバー。めちゃめちゃ強いじゃん。レールガン的な武器。インクを圧縮してビームするみたいな武器か。チャージャーの派生やね。なんかエーペックスっていうチャージライフルか。ちょっとだけちょっと使ってみて。ショットガンが欲しい。あ、傘ショットガンだけどそうじゃなくて、傘がないガチモンのショットガンみたいな。なんか普通に傘に負けそうやけど。次、別注系の武器をもっと増やしてほしい。確かに別注系は一部の武器しかないからね。4系スコープ別注とか見てみたいわ。次、